はい、どうも皆様、クワでございます。こんばんは。本日はですね、香港のまとめの動画でございます。香港のまとめの動画を今もう家に帰ってきてから撮っていて、本当は空港で撮影をしようと思ったんですけども、もろもろ飛行機の便がね2時とかだったので、なんか撮る気力もなく日本に帰ってきてしまいました。なので家で撮っております。香港のまとめといたしましてはですね、まずですね、1日目行ったところはもう本当に夜着いて友人のね家に行くだけだったんで、もう特に何もデモも感じず、観光は2日目からだったんですけども、2日目街に出てみて、まずモンコックに行って、デモが通っていた大通りに行って、実際に信号機が壊されていたり、道路のレンガが掘り出されていて、歩道がもうレンガじゃなくなっていて、本当に土みたいな感じになっていたりとか、そういった状況もありました。でもね、結構香港に住んでる友人曰く、街にも活気が戻ってきていて、まあ人がだんだん戻ってきている、香港人もモンコックでショッピングしたりとか、してるようになってきてるっていう風な話はしてました。で、実際にねモンコックに行くまでもバスだったんですけども、バスなかなか本数はあるんですけど、モンコックの中心地というか正規のルートではバスは運行しておらずで、まあ、バスも迂回しながら通れないところはと迂回して、なるべくモンコックに近くなるように運転してくれていました。なのでね、到着したのはモンコックの本来のバス停ではなく、実際のバス停から、まあ、本当に徒歩5分から10分離れた場所で降ろされたりとか、でそういったところでもね、でもね影響が出ているなっていうふうには感じました。デモがない日中っていうのは普通に観光して、本当に金魚ストリートとか女人街とか、まあモンコックとか香港を代表するような観光地に行って、特に本当にね何も支障なくって言ったらあれかもしれないですけども、基本的には問題なく観光ができたかなと思ってます。メトロでモンコックからまた次の場所に移動するときに、プリンスエドワードっていう駅を使ったんですけども、メトロの入り口がその日の夜に燃やされていたりとか、そういったこともあったみたいなので、まあ、本当にねタイミングとかを間違えてしまうと実際にそのデモに巻き込まれてしまうとか、そういうこともあったんじゃないかなとは思います。次に行ったのがセントラルっていうところで、本当に世界一長いエスカレーターがあるようなところで、普通に歴史のものとかを観光して見て回っていて、まあ、そこもね基本的にデモを、まあ普段平日とかランチデモって呼ばれる12時から1時間だけやるデモとかは行われてるみたいなんですけども、まあそこにもタイミング合わずで無事に観光できていて、まあ街のね至る所にポスターとかペイントでね今回のデモのスローガンが至る所に書かれてたりもしました。それを塗りつぶしていたりとかもしていて、まあそこでもデモ隊と警察との対立というか、まあ綺麗にしようとは警察はしてるんでしょうけど、まあ、そういうところでも、まあ、対立というかが見れたかなと思っております。で、まあ、特にねビクトリアピークとか香港の名所では特に何もなく無事に観光はできたかなと思っています。で、最後3日目なんですけど、3日目も観光ということで、最初行ったのがウォン大神、デモの会場にもなっていた場所で、普段はデモが終わった後にポスターとかを剥がしたりとかスプレーで書いた文字をこう塗りつぶしたりしてるみたいなんですけども、そこはもう全然ポスターも剥がされていなくて、デモの当時のままぐらいの感じだったので、もう本当にねこうやって香港人がその自分たちの自由を守るために戦っているっていう姿を、まあ、そのリアルに体験することができたんで、とても、まあ、ためになったっていう言い方はあれかもしれませんが、自分もこう影響を受けたっていう感じです。まあ、本当にね香港のデモのことってあんまりこう日本では知られて、まあ、その大まかな概要はもちろん知ってるけど、香港人の方がもちろん知ってるわけで、自分が立場的になったら
っていうことをなんかこう深く考えさせられるような場所が、まあ温帯神だったかなと思っております。で、まあ温帯神で、まあ、あのパワースポットっていうふうに言われてて、普段あの日本人とかも観光によく来る場所みたいなんですけども、本当にね、日本人は全然いませんでした。まあ、あのもちろんデモの影響っていうのもあって、ニュースにもねなってたんですけども、海外の旅行の行き先で香港激減みたいな、香港韓国激減みたいなのが出てたと思うんですけども、まあそれもの影響もあってね、あの日本人は、まあ、ほぼというか観光でがっつり日本人の日本語が聞こえるっていうことはまずなかったです。温帯神の後、まあもうフォトジェニックスポットとか、まあ普通に巡ったりもしたんですけども、コーズウェイベイに行って、僕が行ったのはその1週間前、なんで12月1日とかなんですけども、12月8日にかなりでかいデモがあったコーズウェイベイ、ソゴーとかがあったりして、まあ本当にね、香港島で、最大の繁華街と言われていて、まあ本当にね、買い物をする人とかだったりとか、本当にブランドがあったり、スワロスフィキーがあったり、あのロレックスがあったり、アップルストアがあったりっていうところの場所なんですけども、行った時はね12月1日だったんで、かなりあの安全に見れて、でももうそのコーズウェイベイではないっていう話だったので、全然安心して見れたかなっていう感じなんですけども、12月8日ね、その1週間後には多分ニュースで見た方も多いかなと思うんですけども、かなりあの多くの香港人がそこに集結してあのデモを行っていたっていうのがあって、なんか結構その1週間前に行った場所っていうのはなんか自分の中ででかいというか、自分が観光してたところでこんなに人が集まって自分たちのその自由を守るために戦ってるんだって思うと、なんかちょっと応援 しなきゃいけないというか、武力とかにはしない姿を見て、なんかこう、まあ感銘を受けたっていう言い方だとなんかすごい簡単に終わってしまうんですけども、自分の生きてる今を考えさせられる感じでした。このなんか会社に、くだらない会社に行ってしょうもないことをしてる今でも、香港人は自分たちの命に代えてもこう戦ってるって考えると、まあその香港だけじゃないけど、まあもちろん内戦が行われてるとこだってそうだとは思いますけども、まあ香港ってまあわりかし身近な存在、日本人にとって身近だし近いっていうのももちろんあるし、そういうところでこういうことが行われてるっていうのは、なんかこう一つ自分の中で、まあ人生の経験としてキーになってくるのかなって思います。そのコーズウェイベイを観光している時にも TST では別のデモが行われていて、香港の中国武装警察が、まあ、テロリズムっていう風に言い方に香港人からしたらなる、そういうことをしてたので、まあ、その同じ香港っていう狭い場所の中でもちょっとだけ違えば危ない目に遭っていたかもしれないっていうのは事実で、まあ、あの香港人に言われたのが、僕はデモに参加するからっていう風な意味で香港に行ったわけじゃないし、でもその中でもやっぱり自分としてのなんか香港人を応援できない無気力さ、まあちょっと言葉じゃうまく表せないんですけども、無気力さみたいなのを感じていて、でまあ香港人にそういうことを友人が話したところ、その日本人は基本的に、まあ、この香港のデモには関係ないけど、まあ事実をしっかりと伝えてくれっていう話をされたみたいで、まああの日本の報道だけとか受け身でしか見ないもの、まあもちろん YouTube もそうなんですけど、受け身でしか見ないものだけを信じていたら、まあ、片方の意見によるし、だから僕も香港に行ってそこで何が行われているのかっていうのも見てみたいっていう気持ちもあったから香港に行ったんで、まあ、少しでもねこの YouTube の旅の動画香港編1から4までを通じて香港の現状というか皆さんに伝わっていればいいなと思います。またねあの香港ちょっと期間を空けて、香港には行きたいと思っていて、前回行った時はこうだったけど今はこうっていう風な変わり方、デモが落ち着いた今はこうとか、デモが激しくなったからこうなってるとか、まあ、あのその経過みたいのもレポートできるように、まあ、香港には時期を置いてもう一回行きたいとは思っております。まあ、ちょっとでもねあの状況を知れてよかったとか、そういう方はあの高評価とかチャンネル登録していただけるとすごい
嬉しいです。自分が何ができるかって、まあ、そういう意味でも微力ですが、まあ、香港の現状を伝えさせてもらいました。また次の動画でお会いしましょう。